んこんにちは。こんにちは。楽勝シルカーズの大峰です。しんでです、今日の料理はホタテと、あとインゲン豆、たけのこ、炒めた、まあ、塩味のあっさり簡単料理をやっていきたいと思います。簡単料理今日は、ホタテに下味をつけます。でこれホタテ入ります。ここに下味を入れるのですが、塩も目分量で、このくらいですね、入れます。ホワイトペッパーです。入りました。料理酒をバーッと入れます。これも混ぜて下味をつけていきます。でこれあんまりガチャガチャやるとこう取れちゃうんで、優しく優しく、ね、優しく、優しくでかつ混ざるように、そうですね、こうやって味つけてますね、卵の卵白を 大さじ2杯ぐらいかな、この量で、投入しますね。卵白が入りました。卵白を切るような形であんまり強く混ぜないように、こう優しく優しくやります。片栗粉を投入します。はい、はい、じゃあ、はい、どれぐらいでしょうか。はい、じゃあ混ぜながらちょっとやってみますね、もうちょい、もうちょいですね、もうちょい、はい、どうでしょうか。もうちょい、もうちょい、はい、いいですね。まだいきます。まだいっちゃいましょう。もう1回いきました。いいですね。もう1回、もうちょいですね。5回目。はい、OK。でこれももう優しくこう片栗粉をこう溶かすように入れますね。そしたら最後に油を入れます。はい、油投入してください。はい、ありがとうございます。でそしたらこれを油を入れると、入れて混ぜるのではなく、一個一個ホタテくんを ほぐす感じですかね。こういう形で、こういう感じですね。でこれで下味の、処理が完了しました。はい、はい、完了。こっちからこういう感じで入れてあげます、はい、そうするとまあこういう感じになったので、でこれをまあこういう感じでこう切ってあげます。こういう感じで、こういう風に、うわー、羽はね、うん、羽とくちばしとね、はい、でこうやって一手間加えると、あの家庭の食卓も、明るく、ね、なるかなと思いますので、華やかになるわ、はい、まあ、こういう感じですね。ほらよっと、はい、じゃあこんな感じになりました、下ごしらえとして、ネギと生姜を使います、はい、でこれは、もうほんと少ししか、まあ香味野菜使わないので、こんぐらい、あ、そんぐらい、そしたら線をパッて入れてあげます。こうピッて入れて、これを開いて、でここの部分はもうスープとかに入れてもいいし、炒め物にね、後で入れてちょっと置いておきますね。そしたらこれを開きます。そしたらまっすぐここに綺麗に切っていきます。切りました。はい、そしたら今度これをこうして90度回転して、うん、でこういう感じで、あ、斜め、こういう感じで切っていきます。はい。続いて生姜の方です。はい、ネギ切りましたね。はい、で生姜も少ししか使わないんで、まあこう半分を切っていただいて。よし。そしたら今度これを、斜めにこう入れます、はい、斜めに、こういう感じで、あ、斜めに、斜めにね、パッて入れ、こうなりますよね、はい、こういう感じで、そしたらこれを今度こういう形で、これとポンポン、タレに、こんな感じですね、うん、でこちらの、ダイヤモンドになった生姜たちを、まあ、香味野菜を、後で入れますのでお楽しみに、はい、楽しみ。続いて、行きましょう。はい、何が起こるんでしょうか。で次もあの沸騰したお湯があります、でここに油を入れます。へ、この中に、塩入れてますね。塩を入れます。旨味調味料を入れます、で、まあ、よく混ぜますね、硬い食材から先ほどの準備した、インゲン、タケノコ、で人参ですね、でそれから、ネギと生姜、でまず硬いのも人参なんで、人参からも入れますね。タケノコ、タケノコ、いっちゃいましょう。硬い。で次、イカを入れます。
でこのイカは先ほどホタテを下処理したのと同じやり方になりますので、うんうんうん、はい、はい、で今回の動画あの割愛させていただいたのですが、うん、まあ、処理的にはあの先ほどのホタテと同じになりますね。で中華の、まあ、レストランだと火力強いんで、うん、もう材料入れてもずっと沸いてるんです。何でもスピーディーにできますね。で本来これ炒めたり油で揚げたりするんですが、うん、まあ、関東料理は、まあ、まあちょっとあっさりした油っこくない味付けにしたいので、うん、今回茹でてます、はい、でホタテはもう火通ってたので一番最後に、うん、入れます。最後ですかね、うん、入れますね。これ意外ですよね。中華料理作ってるのになんかこう鍋に入れてる、鍋に入れてるなんてちょっと ね見たことないですよ。でもこれも家庭でできちゃうわけですね。家庭でできちゃうわけですね。残る食材はこれですね。インゲンですね、うんうんうん、でここでインゲン豆を投入。インゲン投入、ここで緑が入るわけですよ。入りました。いいですね、色彩が。でじっくり素材と対話をしながら、対話を、なるほど、今初めて聞きました。対話をする、対話をする、うん、どうだった、はい、あんまり近いと焼けてしまう。はいはいはい、はい、すいません。で先ほどあのコーティングした片栗粉とかって、うん、はいはいはい、あんまり激しくやるとそれは剥がれちゃう。ああなるほど、うん、でコーティングしてるんで、うん、しかも油を入れた理由っていうのは、うん、温度は100度だけど油はさらに上がってくると思うんですよ、うん、そこでさらにこう何ていうかな、そういう温度を上げる役割でも、うん、ああなるほどね、中から熱はいくわけですね。そうですね、はい、で沸いてきました。沸いてきました。でこれを今度火を止めて、うん、止めて、うん、そしたらこれを今度流しちゃいます。流す、はい、これで熱い、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。でこのまま流します。はい、行きました。はい、これで下処理、炒める前の処理は完了しましたね。なるほど、一手間入ってますよ。入ってますよ、入ってますよ。豪快に入りました、うん、でそしたら少し弱火にしていただいて、うん、で先ほどの準備したネギと生姜のダイヤモンド切り、はいはい、やってましたね。でこれを入れて香りを出します。でこれをまあゆっくり炒めてね。で炒まったところで素材を投入しちゃいましょう。はい、はい、全部、はい、入りました。でこれを炒めていきます。中華料理になってきた。でここで、うん、この先ほど炒めたスープと、うん、塩と旨味調味料と紹興酒入ってます。でこれを投入します。でここでさらに炒めていきましょう。あー、中華料理になってきましたね。炒めていきますね。いい香りだ。そしたら最後に、水溶き片栗粉をこういう風に入れる、うん、こういう感じで、優しく優しくって上からこういう感じで、そしたら、これをわーっと優しくかけて、すぐにこう優しく混ぜて炒めます。これ息たくさんやっちゃダメなんですか。そうなんですね、そうするとやっぱりダマになる。ダマになるんですね。あと状態を見ながら、まあ、投入していきますね。ほんのちょっとなんですね。ドーンってわけじゃない。投入してごま油、はい、ごま油ですね。はい、でごま油を、うん、じゃあここに、まあ本当は、あ、OK ですね。で、まあ、ホテルとかだとあのネギ油とか鶏油を入れるのですが、ね、今回ちょっとごま油でいってみたいと思います、うんうん、で、火を通して、ああいう海鮮のいい感じの、そうですね、香りもしてきました。でこれで、出来上がりです。皆さんできました。ホタテと、うん、イカと、うん、でインゲン豆の、広東風塩味炒めです。はい、彩りもバッチリです。